おはようございます、森です。しばらくご無沙汰しておりました。もうここ最近すっかりやる気がなくなってしまっておりまして、テニスもですねほとんどやってない状態でございました。今年入ってから1月2月3月は結構ですねずっと例のカレンダーにシールをベタベタ貼って頑張っていたんですけども、実を申しますと4月に入ってからパッタリと、まあ、1日休んでしまったら2日休み、2日休んでみたら3日休み、もうそこからやる気がなくなってしまい、4月からパッタリとやっておりません。今日は、子供の日ということで、なんと上尾市の年齢別シングルスにエントリーしちゃったんですね。私が出ますのは45歳以上という、クラスでのシングルス大会がありますので、それを頑張ってやろうかと、ただいま長野から群馬そして埼玉へ向かっております。お疲れ様でした。森さんから5-6で1回戦負け、はい、3-6で1回戦負け、同じく3-6で1回戦負けです。3人揃って1回戦で敗退。いや聞いてくださいよ、私ね 5-3 でねリードしてたんですよ。私も 3-1 で勝ってたんですよ。先行されパーでした。いやー悔しいなー。いやね、勝ちも意識しちゃったんだよな、勝てると思ってね。いやー、未熟だね。皆さんでもすごい悔しい試合でしたね。なんか勝てる試合でしたね。うーん、惜しい。自分としてはね、結構ねサーブでねポイントも取れたりしてたんでね、手応えを感じたんですよね。やってなかったからな。言い訳。はい。そうそう。体調もそんなに悪くなく走れたし、やってなかったからな。やっぱそう。なんかね深い球でパックが遅れるとね、こらえるともうミスっちゃったり、鼻とか返しても浅くなっちゃってすれば、もっと立ち位置を後ろにってね途中でね自分に引き出したんですけどもね全然ダメ。悔しい。すごい悔しさ満点のモーリーさんでした。では